天元は、囲碁用語で、五番の中心点のこと。数における黒の点。タイトル戦の名称にある天元は、ここから取ったものである。五番の目は1919 19イコール361目。あるが、これは古代中国の五行説でいう1年の360日に対応していた。この余る1目を、中央の天元右して、 万物の根源と考えることで数を合わせていたと考えられる。ただし、当時天元という言葉はなく、大極などと呼ばれていた。天元の名を与えたのは、天文学者としても有名であった江戸時代の騎士、二世、安井三鉄であったと考えられている。以後の布石においては、地を取りやすい小木、生など隅から打ち始めることがセオリーとされている。しかし、 五番の中央を最初から締める打ち方も昔から考えられていた。例えば第一着を天元に打ち、あとを相手の真似をして天大将の位置に打つ対抗後などがそれである。数は対抗後の一例年、五制限、北に実るしかし、専門騎士でこれを最初に試したのは先の二世三鉄であった。彼は当時の最強者、 本因暴動作と対戦するにあたり、自らの天文学理論を応用して、第一着を天元に打ち下ろした。しかし、道作は冷静に対応し、安井の研究不足もあって9目の負けとなった。その後、南里与平がやはり道作に、初手天元で立ち向かったが、中押し負けを喫している。その後は長く初手天元は、現れず、明治時代に入って、黒田春武士が、 本因坊周保に打った記録がある程度である。天元が脚光を浴びるのは昭和時代になってからになる。北に実る五星元の提唱した新布石の中で中央を重視する手法として打ち出され、久保松勝つ清は特に熱心にこれを研究した。久保松は中央に大きな地を築くよりも戦いに活用すべき着点との見解を示している。さらに五星元が 鬼陰坊秀才名人との対戦で、三三聖、天元を連打する不跡を打ち、大センセーションを巻き起こすこととなった。新不跡旋風が止むと、再び初手天元は用いられなくなり、真似語対策などとして散発的に打たれる程度となった。有名な語としては、1950年に、東西対抗戦で、山部敏郎が、橋本宇太郎に対して、 初手天元を放ったものがある。橋本はノータイムで天元に桂馬がかり、山辺も間髪入れずに桂馬に受け、大いに囲碁ファンを沸かせた。当時は東西の対抗意識が最盛期に達していた時期で、挑発的な感情が背景にあったと言われる。平成時代に入っては、山下桂吾が天元戦で、集中的に初手天元を試して話題となった。 また、与田則本なども時に、天元打ちを試し、白番に手目での天元なども打っている。下に示すのは2000年の、新鋭トーナメント戦決勝にて、山下慶吾が、高尾信治相手に、白番天元を放った一曲。不責における天元は、研究不足のためもあって、利用法が難しく、プロ間でも勝率は高くない。 天元の効果は全局に薄く広く及ぶため、その効率的な活用が難しいためと考えられる。例えば、加藤正夫は天元に打ってもらうと込みにして二目半ほど得した気分と述べている。かつて天元を多用した山下敬吾も若い頃にトップ騎士対策として使用した一種の奇襲戦法であり、今後打つことはないだろうとコメントするなど、プロレベルでは、 今のところ有効な着点とは見なされていない。ありがとうございます。